何か一つに自分をベットすることが、よっぽど無理を組まないで人生を送ることがいかにリスキーかってことが分かってなくて、全てを一つの会社にかけてるわけじゃない、終身雇用ってめちゃくちゃリスキーです。スマホとシェアリングエコノミーが当たり前の世界に生きていると、そもそも何か一つに自分をベットすることが、よっぽど無理を組まないで人生を送ることがいかにリスキーかってことが分かってるわけ、みんなも。でも昔はそれが分かってなかったわけですよ。だって自分の全てを一つの会社にかけてるわけじゃない、終身雇用って。雇用される側としてはめちゃくちゃリスクでしょ。で、定年退職したら抜け殻みたいになっちゃうじゃん。だって自分の全てが会社にあるから、交友関係とか人間関係とかも全部会社がベースになってるから。で、分かんないけど、もう子供も独立して奥さんと二人になって、奥さんに絡もうとしたら何絡んでくるのみたいなと奥さんはもうすでにさ、その会社以外でコミュニティができちゃってるから、そこが日常なのに、夫が帰ってきてそこに入ろうとしても、で、大体もう65歳とかになってると大抵の人は頑固になってるから、自分のスタイルとかがね、あれ鴻上尚史さんだったかな、もうなんか人生相談でそういうのあったでしょ。で、すごい懇切丁寧に彼が説明してくれてたけど、まさにああいうことが起きてるっていう、いやー、だから厳しいと思いますよ。だからもうなんか割と余裕があるようで、実は俺余裕がないんじゃないかなと思って、トヨタが劇的にあそこまで変えられるもんなのかなっていうのは、僕はちょっと本当にあのモビリティアザーサービス的な会社がこれからどんどんできてくると思うんですけど、だってさ、シェアリング今若い人車買わないもんね。生き方改革をしないとトヨタもやばいんじゃないかなと。